今日はですね、10月の、26日なんですが、亀山さんのところに来てですね、今年できたベスト有頂蘭ですかね、これを、取りに来て、で、あとはですね、まあ、登録会で登録した、そういうものの、こちら、景品ですね、こういうのをいただいたり、来年用のカレンダーいただきました。今年登竜会でですね、私が出品した、登録した、初日の出、初雪の地の入った朱花ですけども、これが、特別優等賞をいただきました。それでですね、これがベスト有頂蘭に、載っている、まあ、花ですけども、これですね。それから、これはアイランドの島田さんのところの大宇宙ですね、時色の、星空ですけども、あとは、石崎さんの鶴竜ですね。まあ、こういった花を今年登竜会に、展示して、まあ、賞状もですねいっぱい、いただきましたけども、今の社長さんとですね、いろいろな話をしてて、ちょっと皆さんに信じるかどうかっていうのが難しいかもしれませんけど、まあ、社長さんも今笑ってますけどね。これは日本が登録した品です。左側は朱花のベタですね。こちらは朱斑紋、ちょっと色薄いけど朱斑紋山頂です。実はですね、これは同じ交配になります。私らとしてみればこっち、まあ、これ緑心の血が入っていて、今ここに緑は乗ってないですけど、緑心がかかってるんですね。で、これが山頂になってるわけです。これの外れがこれです。社長さんがこれ作るためにやったんじゃなくて、緑の覆輪の回った初雪を作ろうと、でしかも山頂でっていうのが、こちら側ですね。これはですね、女房がこれ全部買い占めまして、一ポットの中に、まだ咲かないつぼみがあったんですが、アイランドの方でですね、なんだか女房の置いてあった場所に朱花の綺麗なベタがあったんで、あんな朱花のベタどうしたんだって聞いたら、先生、あれはこれの外れなんですよ、同じポットから出てきた花なんですよっていうことで、まあ要するにこれが外れで出てきてますね。それからこちら側です。この2点ですね。こちらは社長さんが登録した方です。こちらは、私が賞をいただいた初日の出なんですが、これ両方同じ組み合わせです。両方が同じ組み合わせです。ご覧ください。初雪はご存知かなと思いますけど、両方とも初雪の地をずっと追い続けてきて、芝花の地を、入れた、花になるわけですが、まあ、こちらは色的には一点か高一点かの色になってますが、初雪の斑紋がですね、このように一点状にまとまりまして、白の覆輪がピシッとして外側に覆輪が入ってます。私の方はですね、これが芝花の色になって、咲きました。まあ、ここがその一点の部分ですね。この部分になるわけですね。それから、まあ、ちょっと甘いですけど、ここの白の部分がこの白の部分ですね。それからこの外側のここの覆輪の部分ですね、これがこれになりますね。まあ、こちら側ではくっきりと出てますが、これは花の大きさから言うとこっちはすごい大きかったです。まあ、ですから初雪の地をきちんと使って追い続けてきて、まあ、頑固な初雪がここまで、進化してきたということで、それぞれ2点がですね、同じ組み合わせになってます。全く別じゃないんですよ。同じ組み合わせなんです。で、本当にこちらも同じ組み合わせ、こちらも同じ組み合わせなんです。まあ、それなので、まあ、来年以降はですね、こういう血統のもの、まあ極端に言えばこれをセルフでもいいですよね。これとこれをかけていけば、当然今度は初日の出、この初日の出の、これが山頂になったりだとか、外れでこういうものが
朱鼻の山頂で出たりとかっていう風な、交配がどん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 できるわけです。まあ、ですから朱鼻っていうとなかなか色の咲いたのは、手に入るの難しいと思うんですが、これがハズレですよ。ハズレ狙って作ったんじゃないんです。先に進めるために交配をどん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 進めていまして、これがハズレで出てきてるってことです。狙って作ってるってことではないので、まあ、他の人たちは綺麗な朱鼻を求めて交配してるんでしょうが、もう朱鼻のこういうハズレでこういう綺麗な色のものができてますので、もう今更朱鼻の交配をする必要ないんですね。これらの血統だけでもう十分それができてしまう。まあ、そこまで社長さんがですね、何年も何年も頑固な初雪に朱鼻の血を入れたり緑心の血を入れたりして、ここまで花が進んできました。まあ、普通私がうちでこんな話をしてたら、あの野郎何言ってるか分かんないよと言うかもしれないんですけど、今社長さんのところに来てですね、一緒にいろいろ話してたんですが、まあ、こういう証拠の動画を撮っておけば、まあ、信じるしかないだろうっていう話になりましたので、きちんとした説明をしながら、撮りました。これからはこういう時代になると思います。もう朱鼻のベタの時代は外れて作るぞ、作るんじゃなくて外れて出てきちゃうよっていうことになると思います。まあ、こういう血統っていうのがいかに大事か、まあ、そういうことで動画を撮りながら話をしてみました。以上です。